重量はあんまり関係なく限界までちゃんと追い込めるかどうかということで違いが出てくるというわけです。ただ筋力については明らかに差が出てきます。筋力を伸ばす点で言えば軽い重量だとあまり効果がないんですね。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は高重量トレーニングと低重量トレーニング、その違い、メリット、デメリットについてお話ししたいと思います。よくジムに行きますとベンチプレス、とても重い重量でですね、一発だけやっている人が結構いると思うんですけれども、ベンチは1回だけというような人も、例えばスクワットは多めの回数やってたりとか、二頭のカールは多めの回数で効かせたりとか、いろいろなやり方でやってる方がいると思います。じゃあ高重量と低重量どのように違うのかなんですけれども、まず筋肥大においてはどちらも同じぐらいの効果が出ることが分かっています。高重量で例えば100キロで3回のセットやった場合も、60キロで30回ぐらいのセットをやった場合、高重量で追い込む、低重量で追い込む、どちらの場合も筋肉がきつい、限界というところまで来れば、もうそれで発達の刺激与えられることが分かってるんですね。ですので高重量でやった場合も軽い重量でやった場合も同じように筋肥大するということは分かってきています。昔はですね、もうちょっと高重量、1回ギリギリ上がる重量を 100%1RM というんですけれども、 100% にいかなくても 60-70%1RM ぐらいでないと筋肥大しないと言われていたんですけれども、これがここ10年前ぐらいからの研究ですかね、 30%1RM ぐらいでもちゃんと筋肥大はしますということが分かってきています。ですので筋肥大の点から言うと、重量はあんまり関係なく限界までちゃんと追い込めるかどうかということで違いが出てくるというわけです。ただ筋力については明らかに差が出てきます。筋力を伸ばす点で言えば軽い重量だとあまり効果がないんですね。筋力を伸ばす場合、脳から神経への伝達、神経伝達、これがとても大きなファクターになってきますので、筋力を伸ばす場合は高重量でないと効果が得られないということが分かってきています。そして高重量と低重量、違いとしてはもちろん高重量の方が怪我をしやすいということはあるんです。ただし低重量の方が怪我をしにくいかといったら、決してそんなことないんですね。私も個人的な経験なんですけれども、60キロでスクワットをアップしていた時にいきなりぎっくり腰になっちゃったことがあります。軽い重量だと腹圧が抜けるんですね。あんまり集中しない、いい加減なフォームになってしまう。高重量だとしっかり集中してちゃんとしたフォームでやるということになりますし、腹圧も自然とかかる。ですのである程度ですね、ベテランになってきたら、むしろ高重量の方がちゃんと集中できるので怪我しにくいってこともあるかもしれないです。軽い重量で適当にやった時の方が怪我をしてしまうということもあったりするんですね。そして高重量と低重量の違いとして大きなものがストレスの違いです。私はよく物理的、機械的ストレス、そして科学的、ケミカルなストレス、その2つに分けて紹介するんですけれども、高重量の方はメカニカルな、機械的なストレスが体に与えられてきます。軽い重量の方はケミカルな、科学的、科学というのは化学の字ですね、そのストレスが与えられてきます。高重量によるメカニカルな刺激というのは分かりやすいと思うんですけれども、軽い重量によるケミカルな、化学的な刺激っていうのは具体的に何かと言いますと、環境の差なんですね。どういうことかと言いますと、トレーニングしている時としていない時で、例えば筋肉の中の酸素濃度が全然違います。あとは筋肉のエネルギーになるクレアチンリン酸の濃度も変わってきます。 pH、pH、酸性アルカリの度合いも変わってきます。このようなですね、筋肉の中の環境のダイナミックな変化、それが科学的なストレスになってくるんですね。高重量なトレーニングだとそういうものがもちろん起こることは起こるんですけれども、軽い重量で何回も何回もやった時に比べるとそうした違いがあまり起こらないということがあります。ですので科学的なストレスというのは筋肉の中の環境のダイナミックな変化というように考えていただくと分かりやすいかと思います。ではですね、そこで何が違ってくるのかと言いますと、まず高重量の方が筋力は伸ばしやすいということがあるんですが、実は回復のスピードにも違いが出てきます。高重量で例えばネガティブの刺激を与えます。そうすると筋肉に炎症が起こります。筋肉に炎症が起こるということはメカニカルな面での回復に時間がかかるということです。
ですので軽い重量に比べると高重量の方が回復に時間がかかると考えられやすいんですけれども、これもちょっと最近面白い研究があってですね、軽い重量でのトレーニングの方がグリコーゲンの回復には時間がかかるということが分かっています。まあ、普通トレーニングした後に糖質いっぱい取るとグリコーゲン回復されてくるんですけれども、高重量のトレーニングの場合だとグリコーゲン結構早く回復したんですが、軽い重量でパンパンにさせるようなトレーニングだとグリコーゲンの回復がむしろ遅かったというような報告もあったりします。ですので筋肉の炎症からの回復、グリコーゲンの回復、その2つに分けて考える必要もあるということですね。で、私がお勧めしたいのはやっぱりその高重量、低重量両方やるということです。高重量ばっかりだとどうしても関節への負担がかかってしまいます。そして刺激も物理的、機械的なストレスばっかりで慣れてしまいます。そして軽い重量ばっかりだとやっぱりそれも慣れてしまうということがありますし、筋力をあまり伸ばせない、そしてグリコーゲンの回復も遅くなるというような問題があったりします。ですのでその2つをうまく組み合わせることが大事なんですね。軽い重量で筋肥大するとは言っても、例えば60キロで30回やる場合と100キロで30回やる場合、100キロで30回やった方が当然効果は高いです。でも60キロを100キロに持っていくためには筋力を伸ばさなければいけません。筋力を伸ばさなければいけないということは高重量でのトレーニングが絶対必要になるということです。ですので軽い重量ばっかりだと筋力があまり伸びないで、その後の伸びしろが少なくなるということなんですね。ですので高重量トレーニングをちゃんと取り入れていって筋力を伸ばして伸びしろを増やしていく、それが大事です。ただし高重量トレーニングばっかりでも関節を痛めてしまうというようなことになりますので、その両方を組み合わせていくことが必要ということになります。まあ、私いろいろ指導している中でですね、まあ、これがちょうどいいかなというのは高重量2回低重量1回というような感じ、そのような組み合わせでやっていくとちょうどうまく伸びてくるんじゃないかなと思います。高重量低重量、高重量低重量というような組み合わせだとちょっと筋力の伸びが悪いんですね。でも高重量、高重量、低重量、高重量、高重量、低重量、3回に1回だけ軽くする、それだと関節の負担も減ってきますし筋力も伸びやすいということが言えます。ですので例えばまあベンチプレスに例をとってお話しますと、1週目はベンチプレス6回4セット、2週目は4回4セット、6回4回という感じでちょっと重量を増やしていくですね。どちらも高重量です。そして3週目のトレーニングは20回4セットというような感じで一気に軽くしてしまいます。そしてまたその次の4週目になりましたら、最初に6回やったのよりもちょっと重くして行うというような感じでやっていきます。で、今ちょっと重くして行うという話をしましたけれども、重量の伸ばし方も結構皆さん気になるんじゃないかなと思います。今6回4セットと言いましたけれども、多くの人はですね、最近のトレーニングの動画とか毎回毎回毎セット毎セット追い込まなければいけない、そういうふうに思ってしまっている方はとても多いと思います。1セット目ギリギリ6回まで、2セット目も5回ぐらいギリギリでやって1回補助してもらう、3セット目は3回ギリギリやって3回補助するというようなですね、やり方が追い込んでいる、しっかり追い込めているからその方が伸びるというような考え方、結構まあ最近出てきてしまったんですけれども、そういうふうに毎セット毎セット追い込む、毎レップ毎レップギリギリまでやるというのは本当にもうここ10年ぐらいの考え方なんですね。例えば1990年代の後半ぐらい、それぐらいまでの間は毎セット追い込むんじゃなくて最後のセットだけギリギリまでやるというものです。まあ、私が高校の時に140キロまでベンチプレス伸ばしたんですけれども、その時も6回4セットとかで1セット目2セット目は余裕、3セット目ちょっときつい、4セット目が限界というような感じで全部同じ重量でやったんですね。ギリギリまでやるのは最後のセットだけということです。ですのでまず全てのセット同じ重量でやって、そして同じ重量で最後までできるようになった時点で重さを次回増やすというものです。ですので例えば60キロで6回4セットやったら、最初はですね60キロで6回6回6回5回とかで終わっちゃうかもしれないです。でもそれが6回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 4セットできるようになったら、次回のトレーニングは 62.5 でやるということです。60キロで6回4セットできたら1セット目62.5で6回必ずできるはずです。
ですので毎回毎回毎セット毎セット追い込むのではなくて、例えば4セットだったら最後の4セット目だけ限界までできるようにしていく、すべて4セット同じ重量でできるようになったら次回 2.5 キロ伸ばすという感じですね。でここで今 2.5 キロとお話ししましたけれども、まあ、面倒くさくて5キロ伸ばしたりとか10キロ伸ばしたりとかという人結構多いんですが、それが間違いです。いきなり5キロ10キロ増やしてしまいますと絶対に回数が減っちゃうんですね。でも 2.5 キロプラスだったら6回4セットだったのが 2.5 キロ増やしても6回1セットは必ずできるというはずです。ですのでできるだけ細かく重量を増やしていく、これが継続的に伸ばすための秘訣になります。どうしても焦ってですね5キロ10キロ増やしてしまうんですけれども、 2.5 キロ刻み 1.25 ずつつけて増やしていく、そのようにしてみてください。例えばそれが1ヶ月に 2.5 キロだったとしても1年だったら30キロ伸びるわけです。少しずつ少しずつ継続的に伸ばしていくということが大事です。最近はですね、まあ、今 1.25 ずつつけて 2.5 キロ伸ばすと話しましたけれども、ちょっと調べていただくと 250g プレートとか 500g プレートなんてのもあったりします。まあ、ジムに置いてあることはあんまりないんですけれども、もし家でトレーニングしているような方はそうしたですねちっちゃいプレートを利用することによってちょっとずつちょっとずつ伸ばしていくことが可能です。例えばカールとかサイドレーズとか 2.5 キロ増やすと一気にできなくなっちゃう。まあ、ダンベルなんかも2キロ刻みだと2つで4キロ増えますので、それまで10回できたのが2キロ増やしたら6回ぐらいしかできなかったというような方は結構多いと思うんですけれども、それもですねちっちゃいウエイトを使っていただいて 250g 増加のような感じでやっていただくと毎回毎回少しずつ伸ばしていくことができるかと思います。はい、ではいただいたご質問にお答えしていきます。ベンチプレスを上げるときどうしても利き腕の方に力を入れてしまい筋肉量に差が出てしまいます。左右差をなくすための何かコツなどないでしょうか。左右差についてはですねこれまで何度かお話ししてるんですけれども、持つ位置をちょっと変えるんです。まあ、例えば右が強い場合、右が強いとこういうふうに上げて左が最後から遅れてくるんですね。で左が最後から遅れてくるっていうことは実は左の方が発達するんです。右利きの人って右の三頭が強いので右は腕で上げちゃう、でも左は腕が弱いので胸を使って上げるしかない、となると左の方が発達するということがあったりします。でこのように左右差をなくすためにはどうすればいいかというと、ちょっとだけずらして持つんです。これを例えばですね今右の方が強いと言いましたけれども、ちょっと指一本ぐらいこうずらす、つまり右の方がきつくなるんですね。指一本ずらしていきますと左の方が楽になります。そうすると均等に上げることができます。ちょっとずらして均等に上げる練習を何回かやります。でその後指半分ずつ元に戻します。そのようにしてまた指半分ずつ元に戻すというのをやっていきますと左右差がなくなってきます。例えばダンベル使って右をしっかりがっつりやって左の方はあまりやらないとか、あるいはその逆に弱い方だから左ばっかりいっぱいやるとか、そういうふうに左右別々にトレーニングするっていうのが良くないんです。左右差をなくすときには別々にトレーニングするんじゃなくて両方一緒にトレーニングする、その方が脳がうまく両方に刺激をシグナルを与えることになって左右差をなくしやすくなります。ですので左右差があるという方はぜひちょっとだけバーをずらして持って均等に上げるというやり方を試してみてください。今回このようにご質問にお答えしましたけれども、コメントを入れていただければどんどんですねそちらの方からピックアップしてお答えしていきますので、気軽にコメントを皆様入れていただければと思います。今回の動画面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。そして次の動画なんですけれども、また竹下さんにですねモデルになっていただいて腕の NG トレーニング、そちらを紹介していきたいと思います。結構腕のトレーニングですね適当にやっても効いてしまうんですけれども、NG でやっていくと関節をちょっと痛めてしまったりとか、なかなか伸びなかったりということもあったりすると思いますので、腕の発達に悩んでいるという方はぜひ参考にしていただければと思います。それでは皆様次の動画でお会いしましょう。